画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトパークルーレットキラー編。今週もやっていきましょう。早速ルーレットの方を回していきたいと思います。よいしょ。はい、というわけで揃いました。板を壊すのが早くなる野蛮の力。野蛮な力。生存者を釣った時に、40メートル以上離れた生存者のオーラが見えるバーベキュー&チリ。そして非オブセッション状態のサバイバーを、吊るすたびにトークンを獲得、トークンの数に応じて、非オブセッション状態のサバイバーにデバフをかける、消えゆく灯火、そして視野が広くなる、シャドウボーン闇より出し物と、いうわけでトラッパー固有、カニバル固有、マイケル固有、レイス固有というわけで、まあ、この4人の中で最近やったの多分いないよね。なのでまあやっていきましょうか。というわけでゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、それではやっていきましょう。罠がありませんね。そういうことです。さあ、とりあえずめんどくさい小屋のところにはがっつりと設置しておきましょう。これ設置のし直しができないんでね、めんどくさいんで私は。よいしょ。こちらのね、罠が開くやつ、置いてあります。まあ、これ回収ができないんで、なるべく、なるべくね、その、よいしょ。なるべくその、汎用性の高いところに、まあ、置くっていうのは大事だと思いますね。めっちゃここやろうとしてるやん。なんかさ、感覚ちげえなと思ったらさ、シャドモか。開くか。こんなところ追ってる暇ないんで、ね、はい、オッケー。よいしょ。あ、びっくり。は？ライト持ちがそういえば一人いたんだけど、いいや。よいしょ。キャンプ、キャンプ。よいしょ。いや、ここは汎用性低いが置いとくか。ああ、そっから来てた。ちょ、はい、よいしょ。あー、閉じたのは、あー、間に合わんかな。間に合った。よいしょ。ほい。下にいるな。ザリーナもが下、ジルが上かな。
はい。とりあえず蹴ろうか。あお。よいしょ。ほい。よいしょと。オッケーオッケー。さあ恵まれてしまう。小屋に一人いるかな。よいしょ。いいフックがないんだけど全然。全然良心的ではない。よいしょ。よいしょ。ストーテもしっかり鎮圧しまして。徐々にではありますが、おっと、そういうところやぞ。そういうところ、トラッパー、トラッパーの罠のいかんところが出ちゃったな。おー、なるほど。そっち側に離れんのか。みんちゃんが早い。足りない。でまた丘植えされるかな。やべ、なんかシャドーボニーより感覚がめっちゃ狂ってるわ。よいしょ。オッケー。よいしょよいしょ。 OK。 ただフックがないかも。単純にもうこれはパワーです、アドオンの。パークルーレットでね、高価なアドオンいつもあんまり使わないんだけど、なぜかって言ったら、パークじゃなくてアドオンの力でご利用せるからなんですね。ただトラッパーは、なんかパークを生かすというよりも、なんかもうアドオンまともなの積まないときつそうだったから積みました。
まあ、レイスは割と最近やったから他の2人かな。てかね、あの、シャドボが邪魔だわ。今回の、あの、野蛮な力はまあストレスフリーになるからいいんだけど、シャドボがね、なんか、すげえ違和感ある。なんか、あそこの固有でジル追ってる時にめっちゃなんか、遠くねって思う。なんかジル遠いなーって感じたんだけど、こういえばシャドボだった。足がね、ちょっとね、早く見えるんだけど、シャドボつけると。なんか、あんまいらんかなって。最近キラーやってないからね。その、感覚がすごい狂うのよ。というわけで、マイケルかカニバルで頑張りましょう。さあ、それではやっていきましょう。カニバルです。はい、カニバルはまだシャドボーが生きるかもしれないね。まあ、ただ野蛮な力は発電機蹴るときにしか生きないだろうけど、バスケスさんとドワイトさんがいる。さすがに間に合わない。しなやかか。よいしょ、甘えちゃったね。なんか担いでるとき心なしか足速く見えるでしょ。これがシャドボの力です。もう2人以上いそうだね。やっちゃった。やってしまいました。調子に乗りました。ガンガン追いますか。カニバルだし。よいしょ。さあ、ドワイトが上にいるね。ただ結構進んじゃってる。なんか足音聞こえなかった。まあそこいいや。半分見て。もう一回真ん中を。見に行こう。これあれ、わざとつけてないな多分。
バスケスは次で終わりだけど、ゆえに安全に安全に動いてくるものだと思われていて、ドワイトかな見えたの。これが巡回に邪魔な板なんで割っときましょう。バスケス。あなたこれで終わりよ。大丈夫？よいしょ。ダイイングライトが3トークン 9% ですかね。よいしょ。よいしょと。ね、結構回しの意識が高いんですが、あれはなんだ、治療してたか今。治療してたね。よいしょ。いいフックがないな。近づすればよかったか。あ、いいや。よいしょ。よして、よいしょ。いつまでも私がチェーンソーしか使わないと思うなよ。あれま、あれ、よいしょ。やっぱ一撃持ちは強いね。まあ、今回に関してはバスケスが早々にいなくなってくれたからだけど。よいしょ。今回はいいか、やっぱカニバルじゃないとこの守り方はできないね。この階層が違うところの2つの発電機を含めて守るっていう、カニバルじゃないとね、なかなかその一発殴って離れられてるっていうので、かなりね時間かかっちゃうんでね、プレッシャーをかけやすいっていう意味で平場にはない発電機2台を含む3台で固めるっていうね。ダイイングライトは普通に強い、普通に生きてる。ん？気のせい、なんかいなかった？ふーって聞こえなかった？気のせいか。
気のせいってことにしとこう。やってないね。なるほど、野蛮な力。あーダメか、野蛮な力。なんだ今のスプバ。やってない。あー平場の発電機をやっている。あ、逃げ場がないのでは。ああよいしょ。ジョナサンがやっていたとしても、まあ、かなりゆっくりなんで。そこやってないか。やってないな。一通り見てやってないんだったら釣りましょうか。よいしょ。これでこの木村も終わり。よいしょ。バベチリ警戒をしているのか。そもそもバダムは狭いので映ってないか。今回はキラーパワーとアドオンパワーですね。ハニバルは、まあ、そもそも一撃というね素晴らしいものを持っていて、トラッパーはアドオンが強いと。でこれ無理じゃね、結構遠くない。めんどくさいな。まあ、開けられてもいいんだけどね。なんか今カラス飛んでなかった。気のせいか。これで逆側開けられてたら目も当てられない。向こうは開けに来ないか。あ、これこっち切っていいけど、まあ向こうさっきのタイミングで開けてたらまあどの道あれですけども。
けてないな。これじゃあ向こう切って、まあ向こういればもう感じだけど、開けてるかもしんない。開けてないね。さすがに開かないでしょ。 OK。 カニバルにシャドボはいいね。なんか細かい物回りとか回りやすくなる。うん、 OK。 なんか全然キラーの出入り消化してないから、久しぶりに出入りやったかな。指数関数単独で珍しいですね。というわけで、パクルレット、キラー編、バベチリ、キークともしび、ヤバンナチから闇より出し物で、トラッパーとカニバルでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。